はい、こんにちは。というわけで本日はですね、今季3回目スパーズ戦解説やっていこうかなと思います。で、まあレブロンは戻ってきましたね。まあ B2B というところで前回は欠場だったんでしょう。まあ言っても負けてたと思うけどね。で、スパーズなんですがね、まあ皆さんご存知の通りウエスト最下位ではございますが、私たち前回 AD なくて負けてます。なんならスパーズのその時のね、連敗記録止めてますからね。今日は一応まあもろもろ怪我人はおるとはいえスタメンは健在というところで、まあこれで負けてもなんだかんだ言い訳は聞かないですよね。本当にマジで頑張ってね。で、今ね、ベンバヤマさんなんかとんでもないことになってますね。まあとんでもないことは知ってるとは思うんですけど、なんかブロックをですね、マジで20歳をね、すごいね。なんかしかも 28.5 分平均出場で 20.5 ポイント 3.2 ブロックなんだって、ワオというところなんですが、なんか今日ね、 B2B っていうところでね、今までベンバヤマさんよちよち起用されてきたんですよ。怪我しないようにねっつって、今日なんか制限外れるらしいですね。30分ぐらい出るかもしれないというところで、昨日もベンバヤマさん試合あったんですけど、マジでっていうところですね。しかも昨日キングスにスパーズ負けてはいるんですけど、めちゃめちゃ僅差だったからね、本当に油断できないからね、マジで。で、私の現在の総合収支ですが、まあ昨日ですね、ちょっとウォーリアーズにボコボコにされて、八村も信用したんですけど、なかなか微妙だったというところで、6桁マイナスまで戻ってしまったんですけど、まあ今回の勝ち方はこちらでございますね。まあまあまあ普通に、レイカーズが12点差以上で勝てば、5万円倍返ってくるよっていうところで、まあこんなもんよね。やっぱりオッズが渋かったです、スパーズ相手だと。っていうところで、点差をつけて勝たないと今回はダメっていう感じですね。私実はですね、新企画、ベンバヤマベッティングっていうのも裏で始めておりまして、ベンバヤマさんにもこんな感じでかけてますね。まあ簡単に言えば、ベンバヤマが大体平均のスタッツ以上頑張って、スパーズが負ければ儲かるよって感じです。毎回1万円くらいかけてって、今回は3倍まで上がってるんで、成功者2万円ってとこですね。まあなんか合わせて成功すれば7万円儲かります。いや、まあいけると信じたい。で、私今日は土曜日なのでライブしてきます。まだ見てない方はアーカイブで見てください。なので次のカットからもう試合の結果は分かってると思います。いや、マジで頼む。本当にせっかくマイナス減らしてるんだから、アメリカ行くためにもっとマイナスを減らしてプラスに転じてください。俺もうこれで成功したことないんだけど、お前ら本当に嫌い。やだ。5いきますか。5000円。5000円ね。5万じゃないよ。お前らのせいだ。俺の意思じゃない。5000円。ああ、おっしゃった。いや、まさかの1点で八村ペット失敗か。八村がスリーポイント入れて勝ってくれればマジで文句分ない。なんでディープスリー打ったの。なんでスリーヘイズが打つの。うーわ、終わった。5万失った。ああ、またやったわ。視聴者がおったら全然うまくいかないし、ガベージで遊んでんじゃねえよマジで。はい、レイカーズは勝ちました。で、ライブだとやっぱベッティングが負けますね。解説いきます。はい、第1クォーターでしたが、ほぼウェンビーゲームでしたね。15得点スパーズが行くまでにウェンビーが13点とか取ってるからね。本当にね、スパーズの選手ウェンバーやばいけど全員シュート入んなくて、ウェンビーが出てる時間帯はオフェンスで引力にやられるし、ディフェンスだとさ、ヘルプでウェンビーがこうやって構えてるから、レイカーズ選手のオフェンスの調子も悪くなってった。まあ後半になるにつれてやっとスパーズの選手もなんとか入り出してきたけど、もうほぼウェンバーやまでいいじゃねえかみたいなクォーターでしたね。レイカーズもザッコリが出てきたらちょっとオフェンスがうまく回るみたいなシーンが増えてきたって感じかな。で、第2クォーターなんですけど、そのね、ディーローとレブロンのこのラインは良かったんだよね。ディーローが3ポイント決めて、レブロンのパスも速くて良かったんだけど、レブロンがポストでボール持ちまくるとめちゃめちゃオフェンスが停滞するんだよね。今日ね、結局30点はいったんだけど、2クォーターのこの後半のレブロンの動きっていうのは正直俺あんまり好きじゃなくて、ちょっと足首気にしてるんかなと思った。今日5ライブとかもあまりなくて、ミドルとかターンアラウンド逃げてる感じがしたよね。まあ、結果ウェンバヤマが下がってる時間が長かったんで36点こそ取れたんだけど、ちょっと良くないシーンだったかなって個人的には思いました。で、スパーズもね、ウェンバヤマ自体が下がったんだけど、やっとね、オフェンスの調子が良くなってきて、っていうか、レイカーズのディフェンスもね、AD 下げてるとやっぱヘイズの時間帯やられるね。今日ヘイズ別にすごく悪いわけじゃないんだけど、AD ほどのペイントでの効力は発揮できなかったっていう形かな。3クォーターなんですけど、いやーね、なかなかね、ブルーアウトというか点差をつけらんなかったんだよね。スパーズがもうね、レイカーズの一番の弱点、コーナー3ポイント狙ってきて、ブラーナムとか、トレジョーンズとかにコーナー3狙われて決め切られちゃってたかな。で、その3ポイントが入るようになったおかげで、ケルドンとか、いろんなメンバーもそうだけど、ペイントアタックしてきて、なかなかレイカーズディフェンスでアイデンティティを取り戻せませんでした。で、ディウィニーがさ、結構出てる時間帯、第3クォーター長かったんだけど、すごいひどいんだよね。今日さ、0得点でさ、オフェンスでは全然いいとこなくて、アシストも全然決まらなくて、ターンオーバーとかもあったんだけど、いや、多分記録されてないんだけど、それ実質ターンオーバーじゃねみたいなシーンあったんだよね。ただ、なんか知んないけど、これプラス21だったの。これどう評価すればいいんだろうね。プラスマイナスレーティングって、正直、周りの選手がいいと、その選手のプラスマイナスも上がっちゃうから、ディウィニーが良かった
わけじゃないけど上がっちゃったってみたいなとこなんかな。ちょっと僕はディミディ今日良かった部分が見つけられなかったんですよ、正直。まあ何やともあれレイカーズね、そのディミディとクリスティル時間帯の2ガードないし、3ガードリーブス入れたりとかね、タオマも増えちゃって、ウェンビーとかめっちゃスティールするからね、31対31で、ちょっとあんまり話せなかったなってクォーターですね。で、第4クォーターですよね。まあとりあえず、12点差で勝てば、オッケー、オッケーと思ってて、まあレイカーズさすがにいけるでしょうっていうところで、4クォーター前半までは、あ、レブロン、いや、ミドルには逃げたりもしてるけども、結構シュート入るね、とか、クロージングで締めようとしてくれたから、結局30点までいって、おレイカーズ15点ぐらいついた。まあ、これはギリギリいけるでしょうとライブ中思ってたんだけど、ガベージをね、残り2、3分ぐらいでレブロンが下がって、八村とかはディーローとか出続けてたんだけど、なんかみんな1対1し始めたんだよね。遊び出して、あれみたいな。しかも1対1全然決まんなくて、あれ、あ、点差が、あれスパーズの選手も決めた、あれあれ5点差で終わりました。はい。だから、レイカーズは勝ったんですよ。別にガベージも入って、ちょっと危ないシーンはあったけど、勝つことはできたんですけど、まあ僕のベッティングはさっき見てればね、わかりますよね。はい、負けましたと。で、総括なんですけど、結構ね、ウェンビーポイントガードモード結構きついっすね。前半はウェンビーが得点を取って取ってみたいなとこだったんだけど、後半からは自分で取るっていうよりかは、自分の引力生かして、あと高さも生かして、パスの出しどころが高いから、いろんな角度で出せるよね。双半とかにいいアシストがあったんで、それがしんどかったんだね。それで、レイカーズのディフェンスもぐちゃぐちゃされた。で、結果、ウェンビーの最終スタッツね。あとでも確認しますけど、27得点、10リバウンド、8アシスト、5スティール、5ブロック。5-5 達成ですね。やばすぎだろ、こいつ。これでね、ウェンビーに40分とか出られるもんな。今日負けてたよね。凄まじいわ、これマジで。来年どうなるん？あと、レイカーズ今日パスがよく回んなかったっすね。リーブスターンオーバーするし、レブロンはさっきの原因でこねてたりとか、オフェンスが停電するシーンが本当に良かった。ディンウィディもマジで自分で攻めた上で決まらないからね。実質ターンオーバーみたいなシーンが多かった。から、まあ、スパーズ相手に、うちも怪我人が多いとはいえ、5点差で勝っちゃったってところなんだよね。本当はもう20点、30点つけたいゲームなんだけど、レイカーズオフェンス、ディフェンスにおいても正直良くはなかったです。で、今日のワンポイント解説なんですけど、八村さんがね、一箇所だけウェンビーをよく守ったシーンがあったんですよ。これなんですけど、まあそもそもね、今日八村はウェンビーにワンオンワンでつけたシーンはあまりなかったんだ。だから八村がウェンビーを止めてたわけではないんだけど、こういう形でフィジカルでセンタープレーを止めるっていうのはすごくポジティブらしいんですよね。ただまあ全体的にはウェンバヤマとかザッコリとかのダイブにやられてたシーンもあったっていう感じかな。まあ八村さんオフェンスは良かったです。ディフェンスはまあいいし、丸は悪いシーンっていう日だったかな。でベッティングなんですけど、いやー良くない。ちょっとぜひねライブアーカイブ見てほしいんですけど、2クォーターあたりですね。いやー俺はもう生活しないよしないよって言ったんだけど、視聴者がスパチャこれしろよ、スパチャこれでしようみたいな。みんな煽ってくるんですよ。300円ぐらいのスパッチャでね。まあそれが積み重なって、まあ面白いならやっちゃうっつって八村さんに追加投資ねかけたんですよね。 2クォーター時点で11得点だったんで、18点取る、あと6点でしょ、いけるでしょみたいな感じで5000入れたんですけど、はい、あと1点届きませんでしたね。4クォーターとかもアリウープミスったりとかして、はい、もう視聴者の言うことはね従いません。もう面白くなったかもしれないけど、もう俺の財布からもうお金流れるだけだから。でシンプルにさっき言った通りね、点差が足りないってところで、なんでガベージで遊んじゃうんですか。本当に良くない。ライブの最後の方めちゃくちゃ盛り上がったんで、もう勝負決まってんのに俺のベッティングが失敗するところが面白すぎて、ずっと400人維持してたみたいな。ふざけんじゃねえよ、本当に。まあ、その代わり、ウェンビーベッティングは勝ちましたね。やっぱり、ウェンビーにかけた上で、スパーズが負けるってとこにかけんのすげえうまいわ。いつかは失敗するんだろうけど、安定しますね、やっぱり。結局、5-5達成してる男ですから。とはいえ、総合収支はね、相殺し合ってというか、むしろマイナスの方が大きいんで、全然マイナスなんですけどね。はい。もうライブ中かけんのやめようかな。はい、政治解説行きましょう。マジでどうしてこうなるんだろうな。まあ、S は AD ですね。もう今日は本当に何も文句ないかな。ミドルも入ってたし、フリースローも稼いで、リバウンド得点においてモンスターでしたね。まあ、昨日も頑張ったからね、今日30分未満の出場でそこは嬉しいんだけど、あなたが出てくれればワンチャンベッティング成功したのにね。八村さん、いや、あなたの活躍は全然 A なんですよ。今日も得点効率素晴らしいですし、リバウンドも頑張ってた。ブロックとかね、いいスティールもありました。S に上げたいくらいなんですよ。4クォーターにあと1点取ってくれれば。まあ、ただ僕の支援も入ってるんで A に落としました。それしか理由はほとんどないです。ディーローのゲームメイクは今日も見てて安心しましたね。ターンオーバーも少ない方ですし、ちょっとねフリースロー狙いで笛が吹かれないっていういつもの癖はあったんで A にはしてますけど、まあ基本的に良かったです。レブロンはね、なんかスタッツだけ見ると今日も S なんですけど、ディフェンスでサボってるシーンが今日もあったね。やっぱ足首痛いんだと思うわ。でさっき言ったミドルに逃げてる感じ、4クォーター以外はゲームを停滞させる原因でもあった。ちょっと厳しめに A でいきましょう。ヘイズはまあ頑張ってた方ですしね、いいカッティングでダイブでダンクとかもあったんで、ちょっとザッコリにやられすぎだな。ウェンビーにやられるなとは言わないから。今日も4ファールはしてるんですけど、イリーガルスクリーンがなくなってるのはいいところですね。クリスティね、ディフェンスの存在感もあったけど、ディミディ×クリスティの時間帯クソきつかったね。まあ、あれはディミディが悪いとこもあるからな。ハム、ハム、ハム。ディミディ引っ張りすぎだろマジで。やっぱこのプラス21はまやかしだと思うな。別にディフェンスとかでもよくあったわけじゃないし、潤滑油としてもボール止めてた時の方が多いからね、そこら辺の指示とか明確じゃないのは評価できないかな。まあ、勝ったんで D にしましょう。リーブスもターンオーバー5はちょっと擁護できないし、別に今日も得点をすごい取ってるわけじゃないしね。9アシストって頑張ってるんだけど、アシストターンオーバー比だとひどいからね、これ。
ディフェンスは今日頑張ってた方なんで D にはしてますけど、まあ良くはないかな。愛人も今日良くないっすね。シュートまでいけないでほぼターンオーバーみたいなシーンが多くて、マジでビンタしたくなったもん後半。相変わらずリバウンドも弱いしな。マジでバンダビ帰ってきたら干すぞお前。レディッシュ帰ってきたら干すぞ本当に。ディンさんちょっといい部分がわからん今日は。なんで21なんこれ。結構レイカーズランをねいくつか仕掛けてるシーンがあったから、そこにたまたまいただけだと思うんだよねこのプラスの数字って。逆にちょっと誰かいいとこ教えて今日。俺がやっぱライブで興奮してたのが悪いんかな。スパーズですけど、ウェンバヤマ素晴らしいですね。ウェンビーベッティングはもうめちゃくちゃ成功してますから、なんならちょっと賭け足りなくぐらいなんですよ。レイカーズベッティングやめたい。スパーズベッティングとかウェンビーベッティングにもうくら替えしたい。トレジョーンズをディンウィディとリーブスは見習ってほしいかな。アシスト4しかしてないと思うけど、ターンオーバー0だからね。別に得点とかで目立てって言ってるわけじゃないのよ。なんなら3ポイントも苦手なのに今日2分の2ですから。トレジョーンズ欲しい。ソーハンもね、まあ3ポイントはね、レイカーズ打たせたところがあるんで、確率はいつも通り悪いんですけど、リバウンドで頑張ってたりとか、ハブ役としてアシストが増えてたりとか、いいディフェンスもありましたね。ライブでも言ったけど、彼中心に育てていくことは間違いじゃないと思います。長めに見ていきましょう。あと今日スパーズの方がやっぱレイカーズよりベンチユニットが良くて、その中心がまずブラーナムよね。波のあるプレイヤーだったけどね、レイカーズのコーナーとウィングガラ空きだったんで気持ちよーくスリーポイント打ってましたね。まあ、ケルドンも突進がやっぱすごいっすね。バーセルと役割が被っちゃうんで、スタメン落ちしてんのはしゃーないんですけど、AD がいない時間帯のヘイズはいじめられてましたね。ざっこりね、オフェンスは良かったね。レイカーズリバウンド弱いし、セカンドチャンスとかで頑張ってたんですけど、まあ、ディフェンスはチンチンだったね。AD 止めらんないのはわかるけど、他のプレイヤーも正直守れてないからな。ベスリーはちょっとしか出てないので何もしてないからそんな語ることはない。オスマンもそうかな、あんま何もしてない。バーセルはシンプルに今日全然怖くななかったね。バセルが1クォーターから外しまくってくれたからウェンビーゲーになっちゃってた。ここバセルも決まり出してたらレイカーズが普通に危なかったね。シャンペニーも同様かな。サイズ的にケルドンに変わって今スタメンに上がってますけど、まあ今日はあんまいいとこなしって感じかな。でマムケラシュビリーもちょっと出てたけどあんま出てないんで飛ばしました。はい、本日もご視聴ありがとうございます。いやーね、一時期マイナス5万まで減ったんですけどね、マイナス15万ぐらいまで戻っちゃいましたね。意味わかんないですね、なんでこうなるんでしょうかね。で次なんですけど、あさって早朝ですね。向こうだと日曜で昼間なんですけど、サンズ戦が待っております。いやまあ前回のウォリアーズ戦に負けたのと今回スパーズに勝ったのはいいとして、順位が上のサンズにまあ怪我人がいるとはいえ勝てないんだったら、まあ正直プレーオフ圏内は難しいよね。6位以上って話、いけても7位とかに終わってしまうと思うから、ここの一戦マジ大事。てかレイカーズマジ日程がきついから、これこれ負けるようなもんだったら他のチームにも勝てる望みが少ないからね。頑張っていきましょう。サンズとかもね、今日怪我人とか多かったんで誰が出てくるかわからないですけど、レイカー戦に復帰してくるのが多いですからね。ちょっと繰り返しですけど、今日のライブね、まあ僕が負けたのを笑いたいって方はぜひ最後の方だけど見てください。モダイクラシでます。面白いと思います。ではまた別のレイカーズ速報違う動画でお会いしましょう。さよなら。メンバーシップ会員募集中です。登録者が増えて事業資金が貯まりましたら、私国内に NBA の古着店や飲食店を開きたいと考えております。応援していただけるという方はぜひ入ってくれると嬉しいです。私と一緒に NBA バスケコミュニティを盛り上げていきましょう。